はい、次っていうか、まあ、あと2箱しかないけど、ちっちゃい子か、ちっちゃいの、でかいのは最後に残すということで、ちっちゃいのいきます。これはめっちゃ軽い、これは楽なタイプだね。開けて、せーの、バン、お、入ってますね。あ、これか、あー、なるほど、ジョビーです。こちら、ジョビーのフレキシブルミニ三脚ゴリラポットオリジナル JP というやつで、このジョビーの、なんか4段階あるうちの下から2番目になったのかな、一番下のやつだったかな、うん、あの大きさのね、サイズとして SLR とハイブリッド、これ一番下になるのかな、一番下かもしれない、最近覚えてないですよのやつを2つ買いました。これ Amazon で今ね1737円、これね、なんで2つ買ったかって、これね、あのサイバーマンデーセールが、これ関わってるかどうかちょっと分かんないですよ、サイバーマンデーセールのあれの中に入ってなかったんですよ。でたまたまその欲しいものリストとかに、なんだろう、これの色違いを入れててですね、欲しいものリストに、で、なんだろう、三脚がいくつかそのクーポンで安くなってるのをたまたま見て、でもしかしてと思って、これのねオリジナルじゃ JP かのやつの色違いをたまたま押したら、なんとこれ 50% オフやったんですよ、1個 50% オフです。なので、これ2つ買ってなんと1737円、どうかこれに載せれるかな、どうかね、下に入れれば載せれると思うんですけど、写真がどっちなのかな、こっちにあの三脚の多分絵があると思うんで、ちょっとどっちに載るか分かんないけど、多分そこに2って書いてあるんですよ、2って書いてあるんで、2つ頼んで1737円でした。でこれね、使えることがいろいろあって、今ねこのなんだろう、カメラにマイクをこ、あの分かりづらいけど、ここからこう前に出して、ちょうどこの下にね、ちょっと こんな感じ、ティッシュの箱で置いてるんですよ、これいつもここに置くときに。で、あのもう一個使ってるハイブリッドのやつっていうのは、あれ最大重量が1キロもいけるやつなんで、いらないんですよね、そのマイクの、そのマイク軽いから、そんなでけえので毎回ガチガチやってると作業が大変で、でそれでちょっと一個こうちっちゃいの買おうかなと思ってて、ずっとね欲しいものリスト入れてたんですよ。それがたまたま今回半額であった、半額だったら買うでしょ、しかもちゃんとこれあのブランドのね、ちゃんとジョビーっていうのブランドのやつなんで、ちょっとこれだけね、ちっちゃい、あ、いいっすね、ちっちゃい、うわちっちゃい、これわかる、これがねこの前買ったハイブリッド、要はこれの1個大きいやつがこれ、もう1個大きいやつもあるんですよ、これが最大重量1キロで、これがね300何歩じゃなかったかな、325、こちら325で、こっち1キロで、こう見てもう全然大きさ違うから、これね、しかも1キロ耐えれるようになったら硬いんですよね、毎回で、今回すぐあの前のと違って、この新しくなったこのハイブリッドってこう硬、ちょっと硬すぎて、こう足がねポキってすぐ取れるんですよ、どこだったかな、どれかがね取れる、まあ、硬い方がいいんだけどね、設置するときに柔らかかったら意味ないんで、で毎回これを設置すると大変なんですよ、でかつこれ1個しかないから、あの外で使ったり家で使ったりってね、もうあの毎回ずっと外さなきゃいけないっていうのを、ね、めんどくさいじゃないですか、毎回マイク設置するのに毎回これ外してつけてって、じゃあ外で使うから次も直しとかないとって、もう結構ねそういうのめんどくさいんですよ、だから家に1個ね、こう ちっちゃ、ほんとちっちゃいんですよ、家に1個これがあれば、このマイク専用に1個あのあればなと思って、かわいい、かわいい超かわいいんだけど、あ、ちゃんとロック式なんだ、これこのロックの部分わかります、これロックないのかなと思ったら一応ありますね、で裏はこの、コイン式のやつだから、これをこう入れてこうやってカチッと押せばいい、であとここね、このジョビーで書いてあるボタンを押せばロック解除っていう形ですね、これが
1個あることで、ここで撮影をするときに1個このマイクにつけっぱなしにしてればいいから、だからパッてつければいいから。もう毎回ティッシュの箱がね、もうちょっとね、何それっていう感じだった。あ、何これ、あ、そういうことか。ここにほら鍵マークがあって、これなんだろうと思ったら回るんですね、これ。ほら、わかりますよ、ほら。でこうやるとこのボタンが押せるみたいな。でこっちに回すと押せない、力入れてるの分かります？押せないですよ。戻すと押せる。だからロックするとこれがもう全完全に外れない仕様になるっていうのかな。これはもう家で置きっぱなしにする上でめちゃくちゃいいですね。だから1個は置きっぱなしで、もう1個ねあるんで、安いっすよね。2つで1700円だった。もう1個買えばよかったって後からちょっと思ったね、予備で。で昨日までかな、昨日まで他の色が、これ何色っていうのかな、これパープルか、パープルあ、ピンク、これはピンクなんですよ、メーカーの出してる色としてピンクで、他にもブルーとグリーン、チャコールがこの色だ、チャコールはこの色で、ブルーとあとグリーンがあって、これが昨日一昨日までかな 30% オフで出してたんですよ。これだけ 50% だったんですよ、もともとで。他の 30% オフで出してて、あれマンデーセールが終わって30になったのかな、うん、2つがね、これだけ50、これだけ 50% だったんですよ、この色だけ。だからその辺がよく分かんないところで、セールの色々見ないとダメだなと思いました。でこれはもうとにかく欲しかった一つなんで、これはもうお得で、もう一個買えば予備に使えたかなとは思ってますけど、まあまあとりあえず2つ買ったんで、まあこれは満足でございます。早速付け替えておこうかな。はい、続いてラストですね。ラスト、このでかい箱、わかりますか、このでかい箱ちょっと咳がこのでかい箱いきましょう。これなんか最初の方に来た気がするんだけど、まあまあちょっと重たいですね。じゃあいきますか、せーのダダン、日用品のね、ダダンと日用品のやつだね。柔軟剤のフレアフレグランスです。はい、そしてこれ、柔軟剤のフレアフレグランスです。そしてキュキュッとスーパージャンボサイズ約7回分ということで、ラストの箱は以上でございます。このね、これ紹介する意味あるのかな、まあ、女性の方が見てたらあーってなるぐらいじゃないかな。これ今 Amazon で、今この撮影してる Amazon では、食器用洗剤として今これランキング1位になりました。自分がこれ購入するとき、サイバーマンデーセールの初日だったと思うんですけど、その時は確かね6位か7位ぐらいだったんですよ。それが、今1位、多分ねセールで安かったんですよね。安かったといっても極端に安いわけじゃないんだけど、今アマゾンの通常利で561円です。それが、定期お得便で505円だけど、サイバーマンデーセールの品だったんで、これは473円で買いました。まあこの量に対しては安いんじゃない、で香りはね、香りどこ書いてある、アマゾンの写真で見ると一応グレープフルーツの香りらしいです。ということで、まあこれは安くて買ったという感じですね。続いて、この柔軟剤ですね。洗濯しない人には全く関係のない話になっちゃうけど、これ、フレアフレグランス、フラワー&ハニーな香りというやつです。これも、サイバーマンデーセール対応だったんですよ。で本当は一番欲しい香りのやつがあったんだけど、いつも使ってるやつが、スイートの香りかな、多分これ一ピンク色の多分一番お店でもよく見るやつなんだけど、それがね、2000円以上買わないと買えないやつだったんですよ。プライム会員だけど2000円以上買わないとそれが買えないってやつで、じゃあもういいわ、
たまにはちょっと違う香りにしてみようみたいな、それ自分が合うかどうか分かんないですよ、分かんないけどもうそれにしようみたいな感じになってます。これが、Amazon の通常売りで577円だと、あれまあ安いか、 10% 増量になるんで、あれ、まあ、もうお得か、もうお得だからいいんだけど、あのAmazon のページ見ると普通に詰め替え 2.5 倍ってこう書いてあるけど、これはさらに 10% 増量でちょっとお得感がありますね、これは。で、これが577円で、提供特典で519円で、サイバーマンデーセールでなんと442円ということで、まあ、選択する人からしたら、あ、安くなってる、安いぜ感じだけど、選択しない人がしたらどうでもいいかもしれないどうでもいい、うん、香りの強さとか強いみたいだね、これ。だ、使ったことないです、これどんな香りか分かんないけど、はい。で、続いてフレアフレグランススイート&スパイスの香りというやつだね、これも使ったことない。どうなんだろうね、香りセンサーっていうのはいいと思ってるんですよ、ほのかに香る感じなんだけど、あの両方ともレビュー評価いいんですよ。これのレビュー評価で言うと、116件、今撮影してる時116件あって 4.3 で、さっきのが、さっきのこれね、これが90 93件あって星 4.5 個中 4.5 個だから、こっちの方がちょっと評価がいいのかな、うん、だからすごく評価良かったんですよ。だからちょっと違う匂いにも試してみようかな、香りをね試してみようかなと思って買ったんですよね。今こっちちょっと高いね、これアマゾンだよね、この商品もアマゾンジャパン発送販売発送しましたから、アマゾンで今扱ってるんだけど、646円です、これで提供特便で581円、うん、で、サイバーマンデセールで買ったのが430円、これ442円で、こっち430円なんで、ちょっとこっちの方が安いです。で、2つ買おうかなと思ったんだけど、この量を、個人で、1人で使うと、多分、まあ、半年、あ、まだ今家にもあるんで、半年とかあるんじゃねえかなみたいな。だから、あんまり買っても、柔軟剤ってあんまりね、長持ちしないんですよね。書いてはないか。あのね、前使ってたレノア多分 CM とかでよくやってるんですけど、あのレノアは半年ぐらい置いてて、あの詰め替えね、安い時買って置いてて、で、あのいざね使おうかなと思って出したら固まってた、あのゼリー状にっていう経験があって、でゼリー状に固まってて、それが水で溶けりゃいいですよ、溶けないんですよ、水でこうって回しても全然溶けなくて、もう使えなくて、でだから柔軟剤を入れるとこあるじゃないですか、こう箱みたいなさ、あれに無理やりを入れてやったら、あの当然詰まる感じっていうか、もう溶けないから意味ねえみたいな、全部捨てましたね。だからそれっきりレノアはもう買わないって決めた。早いのは半年かからずにもうゼリー状っていうのかな、もうすげえ固まってて、あのコンディショナー、あの紙で使うコンディショナーみたいにこう固まるんで、だから早めにガンガン使う人はあっちでいいのかもしれないけど、自分はこれセールでこうやってまとめてドーンって買っちゃうから、固まったらもう完全な赤字ですからね。いや、セールって方で使えなきゃ赤字なんで、なので自分はこの固まらない、今のところこれ固まらないですね、結構買ってますけど、はい。ということで、買ったものは以上になります。はい、というわけで、たくさん買って、今マイクもねもう付け替えております。はい、いや、まあいろいろね、ずっと寝ながらね買いましたねって感じです。なかなかね、ただ動画がね今でもこうちょっと咳がうってたまに来るんだけど、まあだいぶ咳もね落ち着いてきて、やっと動画がね撮れるようになったといった感じで、多分これも、まあ、なんとなくね、まあ、これからねちょっと咳も落ち着いていけばなと思います。ということで、Amazon はねいろいろ安いものがあったり、三脚は良かったね、三脚マンデーセール中対応じゃなかったんだけど、なんでか 50% オフになってたんで、これが正直これが一番嬉しかったんですよ、半額だから。
まあなので、まあ、セールの時はね、いろいろこうその対応品以外も見てみるのもちょっと面白いのかなっていう感じですね。はい、以上でございます。皆さんもね、あの風邪には十分気をつけて、今年個人的にですけど喉に来るのかなと、だからいろいろねこう喉スプレーとかあの買ったりね、喉飴とか撮影ちょっととかやったら喉飴とか食べたり、喉のね薬などを用意しておくのもいいかもしれません。まあ症状人によって違いますけどね、まあ、風邪にはね十分気をつけてください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。